ティーチャークーボー。ティーチャークーボー。はい。あとちょっとで着きます。多分ね、十、十三時半から十四時の間。十三時半から十四時の間に着くと思いますんで。まあ、事故らなければですけど。で、まあ、あの、えー、っとね、運を引き寄せるっていうか、運なんすかね。タイトルちょっとないんしょうかな。まあ、とりあえず交渉するってことですね。聞いてみるっていう。うん。 なんか聞いてみる、えー、それでいいんじゃないですかねそれで変えられると思いますまあ、今回その久保さんとまたね対談をするわけなんだけどもこれも久保さんに聞いてるんですよね久保さん大丈夫ですかみたいな久保さんがダメって言ったらダメだしでも聞かなかったらこれ始まらないですよな久保さんもなんだろうなあのコメントしてなかったらなんかあれは始あの物語始まってなかっただろうしなんかね素直に聞けばいいんですよ で、うん、でもみんんんななんか、ね、素直じゃないんですよね久保さんねさだって分かんないことがあれば聞く終了 <laughs> まあ自分では自分でねあのー、なんだ乗り越えられるなら自分で乗り越えればいいと思うんですけど自分で乗り越えられない場合は聞くしかないですよね、まあ、聞くかやってもらうか自分で乗り越えるか自分で問題を解決するか 人の知恵を借りて聞く聞くか人にやってもらうか大体この3つじゃないですかまあ今ロボットも出てきてるんでまあ AI って AI にやってもらうみたいなのも出てくるかもしれないですけどただまあ大体この問題解決をしていくだから手取り14万が問題と思っているんだよあれなら手取り14万少ねえなとそれが問題と思ってるんだったら手取り10万以上14万以上稼いでる人 まもしくは自分の理想のライフスタイルを構築してる人に聞けばいいんじゃないですかね。久保さんも、ね、当時ね広島から金ないのにね勉強会ね来てましたよね。<laughs> 金ないけどまああれは聞きに来てるプラスもちろんメインとしては目立つっていうのもあったかもしれないけども、まあ、久保さんはねやっぱ遠いわけじゃないですか東京までねあの港区まで遠いわけですよ、ね。ヒルズまで遠いんだけども、 ねお金なくても来てたわけですよじゃあ来てたから全員来てた人が全員稼げたかっていうとそうではないけれども確率的には結構高いですねあそこに来てた人はしっかり直接会いに聞いて聞いてた人は結構結果出てる割合は非常に多かったんじゃないかなと思いますねまあ聞くのはただだしまあ会いに行くか行かないかも交渉次第ですよねまあ僕はもうこれからも交渉し続けますけどねはい交渉し続けます いろんな人に対談できますっていうそれは僕の仕事ですから、うん、はい、いってらっしゃい